南半那道路は大阪府堺市三原区から奈良県葛城市に至る自動車専用道路である。南半那道と略される。なお、南半那道路及び山和高田バイパスを合わせた区間は地域高規格道路の計画路線としての南半那道路に指定されている。高速道路ナンバリングによる路線番号は山和高田バイパスとともに E91 が割り振られている。 大使インターチェンジ、料金所付近地域高規格道路の計画路線としての南半な道路には、大和高田バイパスも含まれる。事業者は区間により、大阪府、日本道路公段、国土交通省、奈良県の4社、料金制度や区分も異なるなど、複雑な路線である。共用1年間の1日の平均交通量は、 1> 約1万5千台と大阪府道路公社の計画1日、交通量2万7千台には遠く及ばない状態であったが、2015年には約2万4千台まで利用台数が増加している。2018年4月1日以降2018年3月31日、以前、南半田道路内にはサービスエリアやパーキングエリアの休憩施設は存在しない。 2018年4月1日以降2018年3月31日以前、近畿圏における料金体系統一の方針により、2018年4月1日、三原ジャンクションはびきのインターチェンジ間が、大阪府道路公社からネクスコ西日本に移管され、ETC 利用を基本とする全線一体の大距離制に移行した。非 ETC 社は、三原ジャンクションはびきのインターチェンジ間 はびきのインターチェンジ新常出入口間の別に、原則として、最大料金を収受する単純支払い方式である。料金車宿分は、三原ジャンクションはびきのインターチェンジ間が5車種、はびきのインターチェンジ新常出入口間は3車種で、あったが、前線後車宿分になった。ただし、激変間は措置として、従前の料金を上限としている。 24時間交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して作成。ハット ABCDEFGHIJ 南半田道路奈良県公式ホームページ奈良県2013年2月8日時点のオリジナルよりアーカイブ2012年6月12日閲覧地域高規格道路国土交通省近畿地方整備局道路部 2012年6月12日閲覧。高速道路ナンバリング一覧。国土交通省。2017年3月3日閲覧。高速道路ナンバリング路線図。国土交通省。2017年3月3日閲覧。一部区間に不可車線あり。大阪府道路公社南半那有料道路。大阪府道路公社。 2017年10月19日時点のオリジナルよりアーカイブ2012年6月12日閲覧 AB 平成30年4月1日からの近畿圏の新たな高速道路料金について西日本高速道路2019年10月14日閲覧 E91 南半田道路の付加車線が完成します令和2年7月1日から4 車線で走行いただけます。西日本高速道路株式会社。2020年6月29日閲覧。2017年6月3日からは、半和道の料金体系変更に伴い、激変緩和措置として、車種ごとに割引額を規定する形となる。3 0連続利用割引は1円単位での請求であったため、10円単位に試車購入した額を上回らないように、 etc 新料金を設定している。令和2年度全国道路、街路交通情勢調査の延期について、国土交通省道路局、2021年5月1日閲覧、ありがとうございます。